さあ、ということで7日目です。最終日です。絶対勝ち残るぞ、うん、来たミッションだ。これが最後のミッション。首都高にいるゲームマスターを倒せ。倒すのか、もうゲームマスターを。やっぱりそうなるか。600分、長っ。めっちゃあるね。ゲームマスターってあの大きい死神の、東沢さんでいいんだよね。ライムを消したやつだ。うん、頑張ろう、ビートのために。それから自分のために絶対に勝たなきゃ。電話誰からだ。もしかして死神。もしもし、もしもし、ヘッドフォンか。羽駒さん、ビートが消えた。ビートが、あいつが消えた。まさか。いや、消滅はしていない。多分な。多分って、店から出て行ったみたいなんだ。店から出て行った。どうして。理由はわからん。でも急げ、今のあいつは危険だ。あいつには一緒に戦うパートナーがいない。死神に見つかった瞬間アウトだ。それに今日は7日目だ。ゲームマスターが参加者に直接手を出せる。マジか。奴ら本気に消しにかかってくるぞ。運にかけるしかないが、とにかくゲームを早く終わらせろ。そうすればあいつがいられる可能性も低くなる。わかった。了解です。ビートが危ないね。でもゲームが終わればあいつも助かるらしい。じゃあ急がねばな。あいつどうして羽駒さんのところから出て行ったんだ。一体何を考えてるんだ。よし、行きますか。の前にさ、ちょっとバッジをね、レッドスカルのままだよね、多分。なので、こっちに変えとこう。これで行きます。なんだお前ら、この道を通りたいのか。ファンキーサングラスを持ってこれたら考えてやってもいいぞ。ファンキーサングラス。ファンキーサングラス。こっちもいけない。ナチュラルマグナム。でもめっちゃ告白されたけどさ。で、こっちも？突然ですが。死神クイズの時間です。マジか。今回の死神クイズは渋急駅前店に入ってるショップクラクラに関しての問題。お姉さんのお名前は鳴海優さんだったよね、確か。そうなんだ。第2問、ハッピービーム。ちょっとそれ買いに行きたいんだよね。どういう操作？スラッシュ系だったよね、でも確か。よく知ってるね。あ、いや、合ってるのかな。第3問。売っているアイテム、スローガンバンダナは、どこのブランド？知らんわ。それはわからんわ。直感でいくわ。どうかな？結果発表。あ、やったやったー、イエーイ。甘い玉ねぎ、嬉しい。じゃ、とりあえずこっち進めるようになりましたね。あ、そうか、こっち行けるね。こっちはいける。こんにちは。お兄さん強そうっすね。なんだよ。忙しいとは思うんだけどさ、少し遊んでってよ。大丈夫大丈夫、危ないやつじゃないから。腕試しみたいなのだから。ミッションバトル。バトル開始時に不思議な効果が発生する特殊なバトル。出現するミッションアイコンに注意しよう。カースミッション。バトル中にネクの HP がどんどん減少してしまうミッション。わー、やばい。
ゆっくりやってるからやばいな、これ俺いつもゆっくりやってるからまずいな。うわー、多いよ多いよ。ある程度貯めとけばよかったな。どうかな、まあ、でも回復持ってるからまだ耐えられると思うんだけど、できたらもう一回打ちたいな、余裕あればね。よし、なんとかなった。よーし、危ねえ危ねえ。クレープが、あ、おー消化したんですね。おい、Sランクだよ、だー嬉しい、倒しちゃった、勝てた。ねえ、やっぱさすがっす、おめでとうございました。あれ、さっきの死神いない、消えたのか。ミッションゲット、どうなんだろうね、見つけたら倒しておいた方がいいのかな、今のタイプは。まあそんな感じで、まあ勝てたんでよかったですね。どのエリアでも構わないから3連戦バトルクリア、了解です。でもここで3連戦作れる、2つしかない、いけそう？あ、いける。オッケー。あ、4来ちゃった。まあいいや、まあいいや。やろうやろう。もうまとめてかかってこいよ、むしろ。それじゃ3連戦なんないけど。あ、こういうことね、こういうことね、こういうことね。了解了解。めっちゃグワングワン振り回せたけど、今。持ってもうグワングワン回せばいいわけね。了解了解。じゃあ使っちゃおう。多分もうワンサイクル 100% にできるかもしんないので、それでいこう。よし、ということで倒しました、ありがとうございます。 OK ですね。これでいいかな。よーし、次行きましょう。いらっしゃいませ。で、ハッピービームだったよね、確か。これいるやつだよね。オッケーオッケー。あと、そっか、ファンキーサングラス、これもいりましたよね。これも買っておこう。またどうぞ。これでどうしようかな。よく7日目まで生き残ったな。どいでやるよ。お、ありがとう。戦う？うわー、戦うのか。車、車いける、車いける自動車いける、うおー、オッケーオッケー。え、待って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 、ある程度連戦がある、もしかして。もう一回大暴れする車で。あー、なんかいるんだね、でかいやつが。了解了解。よし、なんとかなった、ありがとうございます。振り回してみたわ。さあ、ミディアアンカー、
空間をタップするとその位置に石が落下し当たった敵にダメージを与える。石はゲージの続く限り連続で落とすことができる。普通に強そう。手間取ったな。ビート大丈夫かな。心配してもしょうがない。今俺たちにできることをするだね。じゃあ一応イベントっちゃイベントだったのかな今の。やっぱり7日目は暇ねえ。今回は残りの参加者も少ないし、いいじゃないの。今週もよく働いたってことで。まあ今回のゲームは結構稼げたわ。明日からは楽しい休暇だね。次のお仕事まで英気を養いましょう。誰？あんた。まさか？そこに来たのか、ビート。パートナー消えてんのに、なんであんた消えてないのよ。再契約したか？ってことは何？私たちのところに敵討ちに来たってこと？違う。じゃああんた何しに来たの？おめえらに聞きたいことがある。っていうかあんたね、この状況分かってんの？その気になれば今すぐあんたを消せるんだけど。おい、でっかいドクロ。何が聞きたいんだ？カリア？おめえらは、おめえら死神は。ちょっと早く行かないとまずくない？でもバッチも試したいお年頃なんだけど、ちょっとどうしようかな。ここ変えとくか。一旦変えときますね。ゲームマスター、この先にいるのか。これで本当に終わりなんだよね。大変だったよね、毎日必死で。アンダーグラウンドに来てから今までの自分がいかに幸せだったか分かった。私ね、毎日何の心配もなく当たり前のように過ごしてきた。朝起きて学校に行ってエリと話して、家に帰ってご飯を食べてテレビを見て寝る。当たり前すぎて生きてるって考えたこともなかった。だからここに来て気づけたことたくさんあった。今までで一番生きてるって感じがした。死んでるのにね。これからだ。俺たちはゲームに勝って生き返る。うん。ネク、7日間ありがとう。ここまで来れたのはネクのおかげ。早いぞ。この先でまだやることがある。それは勝ってからだよね。ねえ、私たち生き返ったらまた会えるよね。私とネクとビート。私は多分この姿じゃないから。目印に、にゃんたんね。にゃんたん持っていくから、みんなでまた会おう。考えておく。じゃあ行きましょう。っていうことなんだけどさ、黒服の方、あっち関連もね、ちょっと何かあるんじゃないかなって睨んでるんで、急ぎたい気持ちもね、あるんだけど、ちょっとそっちを、ちょっとだけ見ようかなと思います。せっかくね、アイテム買いましたもんね。ファンキーサングラスね、持ってますよ。フレッシュミート。一応通れるっちゃ通れるんだけど、通れて一応なんだろう、買い物が使えたりするようになるみたいな、そういう感じですかね。でもう一方、ナチュラルマグナム、まあ、とりあえずハッピービームを使いこなしましょうぜっていう話ね。どうしよっかな。とりあえずこれでいくか。
でちょっと技見ながらね連戦します。空間系とあとはネク自体をスラッシュなんだよね。こういう感じね。オッケーオッケー。お、絶対負けないんだから。なんか変化しましたね。これでいいのか？ナチュラルマグナム。そういうことか。こういう風に強化するケースもあると、バッジが。多分これで OK なはず。結構戦ったよ。持ってきたか。コツコツとね、愛着湧きますね。大好きだ、ありがとうございます。大好きいただきました。何言ってんだ俺、こんなガキ相手に。ありがとうございます。一応通れるようになったってことですよね。いやー、ある意味さ、この財布そろそろあってもいいんじゃないかみたいな金額になってるんだよね。そうですね、この辺欲しいよね。防ギャップがいいかな。ありがとうございました。いらっしゃいませ。一応忍びを買っておこう。交換、はい。まあよっぽど大丈夫かな。よし、行っちゃおう。いよいよっすな。遅かったな。ちょっと寄り道してしまいました。待ちくたびれたぞ。これでやっと料理が始められる。待ちますよ。こんにちは、お嬢ちゃん。今日を楽しみにしていたよ。おいおい、お嬢ちゃんが腹に抱えてたイカスミみたいな情念どこへやった。跡形もなく消えてるぞ。さあ何のこと。赤黒くたぎる嫉妬、友人に抱く嫉妬、実にうまそうな逸材だ。エリはね、私が嫉妬するぐらいすごい親友なの。だから私も負けてられないの。生き返ってエリと一緒に服を作るんだから。お前リアルグラウンドでエリが待ってるもん。あんたなんかに絶対負けられないんだから。どうやら鮮度が落ちてしまったようだな。しかし粗悪な素材すら極上の料理に仕上げるのが腕のいい料理人というもの。北虹様のために腕によりをかけて料理してやろう。今ここでスパイシーツナロールにしてやる。じっくり料理してやろう。やばくないですか。いやいやいや、勝てる気があって、勝つよ勝つよ勝つよ。とりあえずザッパ2発打って早速打っていきましょう。どんどん攻め込んだ方がいいよね。音楽めっちゃいいね。この辺、あ違う、こっち。行くよ。よし、浜ちゃん
待って、なんかやばいよそれ、大丈夫、オッケーオッケー。必殺技狙いかな、またいける？一旦離れる？大丈夫か？オッケー、いきます。即使っていく。どこだ、どこだ、ここか。まあ、いいよいいよ。ちょっとでも与えていこう。待って、なんかやばいんじゃない、うわあやばい。それやばいって。いやー強かったね。でも大丈夫、ぶっちゃけいけそうな感じはあるから。バッジを変えてっていうこともできるのか。オッケーかわしてでもさ、ちょっと一回回復したいよね。あ、マジか、しまった。やったかもしれん、ちょっと。いやー、ちょっと怪しいなー、ちょっとミスったなせめてもう一度100になってくれれば。危ねはい、オッケー。やべ、危ない。待って、ちょっと欲張りすぎた今。はい、待って、ちょっとやめといてくれ今の、危ねえはい、100までいけん、よし、危なすぎる、ギリギリすぎる。俺のミスだったってのもあるんだけど。オッケー、いいよ。まあいいでしょう、 3.5 なら。よし、あっぶなよかった。鳴り響くなし得るために混乱していじけてるならサンプショー。
俺が負けるとはな。見事だ、お嬢さん。やった。終わったの？俺たちの勝ちだ。やった、これで私たち生き返れる。どうしたん？何これ？四季？あれ？この光悪い感じがしない。本当だ、光に祝福されてるみたいだ。うん、私たちが生き返る祝福ね。それから名前、ネク。初めて名前で呼んでくれたね。ねえネク、待ち合わせしよう。場所はハチ公前。ああ、わかった。ん？どうして？どうしてこんなことに？